昨日感染が確認されたのはいわき市で9人、福島市で6人、会津若松市で5人など合わせて33人です。この中にはクラスターが発生したサッカー J3 の福島ユナイテッド FC の選手1人が含まれていて、関連の感染者は6人になりました。またクラスターが発生しているいわき市の児童施設でも新たに1人の陽性が判明し、関連の感染者は16人となりました。入院は予定を含め247人で、病床使用率は 52.7% となり、昨日に続き2日連続でステージ4の水準を超えています。